皆さんこんこにちは3月の終わりに私は娘とニューヨークに行きました今日はその話をしたいと思いますみなさんの知っている英語の地名がカタカナで出てくるのでそこに注意して聞いてください では始めますニューヨークへの旅行は2020年の3月に計画していましたでもちょうどその時コロナが世界中に広がり始めてフライトがキャンセルになりましたそれから3年経った去年の10月 コロナも落ち着いたので、飛行機は午前11時に羽田空港を出るものでしたうちは少し羽田から遠いので空港にあるホテルに泊まることにしました次の日の朝8時に起きてメールを確認してびっくりしました 私たちの乗る予定の飛行機が9時間遅れるという連絡が来ていました。びっくりしていたときに地震が来ました。私たちの部屋は9階だったので結構揺れて怖かったです。でも娘はその時逃げられるように部屋のドアを開けていたので偉いなぁと。 思いましたその後はチェックアウトの11時までホテルにいてそれから空港に向かいましたチェックインの時に飛行機が遅れたお詫びのお食事券をもらいました一人3,000円分あったのでそれを使って焼肉を食べました それから出国ゲートを通り長い時間を待つためにラウンジに行きました。ここは景色が良かったです。ここで仕事をしました。フリー Wi-Fi がもちろんあったのでつなぎました。さて、ここで今回の動画のスポンサー、サーフシャーク VPN さんを紹介します。 スポンサーをしてくださってありがとうございます。さて、フリー Wi-Fi につなごうとすると、セキュリティ保護されていないネットワークなどの表示が出ますよね。情報が流出したらって考えると心配ですよね。それで私は Surfshark VPN を使っています。VPN というのは、 バーチャルプライベートネットワーク、つまり仮想プライベートネットワークのことです。家とか会社とかで使っている Wi-Fi はプライベートネットワークなのでセキュリティ対策がされています。でもこういう公共の場所にある Wi-Fi はいろいろな人が利用できるパブリックネットワークです。なので 外部からの不正アクセスに対して弱い可能性があります。このようなネットワークに接続しようとすると、セキュリティ保護されていないネットワークなどの表示が出ます。VPN を使うと、セキュリティ対策の弱い Wi-Fi につないでいても、トラフィックを暗号化するプライベートなネットワークを仮想で作り出してくれます。つまり、 セキュリティの安全性が向上します。なので、ラウンジで安心して Wi-Fi につなぐことができました。また、VPN につなぐと、リモートサーバーを経由してサイトを見に行くことになるので、例えば、地域制限がかかっているコンテンツを見ることも可能になります。私、実は、 毎週楽しみにしているドラマがありました。でも、アメリカだと地域制限がかかって見れないかもしれないなって思っていました。でも、このサーフシャーク VPN を使って日本につなげば見れるので、そういう心配をしなくてよくなりました。使い方は簡単です。スマホならアプリを立ち上げて、 地域を選ぶだけです海外によく行く人やネットのセキュリティが気になる人は是非使ってみてくださいクーポンコードスピッチャプ e ーズを使うと2年契約の場合追加で3ヶ月無料になります使ってみて合わないなって思ったら30日間返金できるので 気楽に始めてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。夜の8時半、飛行機が出発しました。そして13時間後、ニューヨークの JFK 空港に到着しました。入国審査に1時間半以上かかり、その後やっと 迎えに来てくれた友人夫婦に会えました友人夫婦はニューヨークのクイーンズに住んでいます今回はそこの家で一週間お世話になりましたお世話になるというのは面倒を見てもらうことです誰誰の家で一週間お世話になる というととううめてもらうことを意味します私と娘は1週間友人の家に泊めてもらいました友人夫婦は空港に迎えに来てくれて1週間ずっと観光に付き合ってくれていたれりつくせりでしたいたれりつくせりというのは とても親切に面倒を見てくれるということです。観光にもたくさん行きましたが、友人夫婦と長い時間を一緒に過ごすことができて、たくさん話ができて、とても楽しかったです。友人夫婦は、旦那さんが日本人、奥さんが韓国系アメリカ人です。 旦那さんは私の夫の大学の同級生です。と言っても私も同じ大学に行っていたのでもう二十数年以上の知り合いです。日本語を全然話していないと嬉しそうにずっと私たちと日本語で話をしていました。奥さんとは 5年前に日本で初めて会った時からの友人です2020年にニューヨークに行けなくなった後、奥さんがバイブルスタディのグループに誘ってくれました聖書のことを知りたいと思っていたのと英語の勉強のためもあってそれ以来4年間毎週1回 ズームでバイブルスタディに参加しています今回はそのメンバーの家にも行って今までズームでしか会ったことのなかった人たちと会いましたとてもうれしい経験でしたお隣さん同士の2軒の家に招いてもらって1軒目でランチ 二軒目でデザートをご馳走になりました。実際にニューヨークに住んでいる人の家を見るというのはなかなかないことなのでありがたかったです。どちらもとっても綺麗なお家でした。部屋を案内してもらって、ズームの背景がその家のここだったんだということがわかったのは、 想像の世界と現実がつながる面白い瞬間でした。これからはその人たちのことを立体的につまり 3D で想像できます。さて、ニューヨークの話です。これはマンハッタンの地図です。このような街の作りを5番の目 と言います。5は語、番は b o u です。5番の目は縦と横の線がまっすぐですよね。それと同じように東西と南北の道路がまっすぐな街を5番の目と言います。日本では 京都が五番の目になっています。多い時には、一日二万五千歩以上歩いたので、マンハッタンがどういう造りになっているのかが、だいぶわかりました。聞いたことのあった五番街という響きが、やっと現実と結びつきました。 私が想像していたニューヨークはものすごく都会でリッチな人がたくさんいるというイメージでした。でも実際に行ってみたら都会もあるけど都会じゃない場所もあったしリッチそうな人もいたけどそうじゃない人の方が多かったです。思っていたより普通でした。友人は クイーンズのフラッシングに住んでいてそこにはアジア系の人が多く住んでいますそこのチャイナタウンで携帯の画面のカバーを変えてもらいましたここはニューヨークなのというような建物の中だったので面白かったですただ 日本ではあまり見ない薬をやってそうな人が地下鉄などに普通にいるのはやっぱりちょっと怖い気がしました地下鉄でコカインを吸っている人を目の前で見たときにはびっくりしましたそしてとにかく食事の量が多かったですこれはわかっていたんですが想像以上に 多かったです「日本では食べ物を残すのは失礼です。持って帰ることも普通はしません。でもアメリカでは残したものは持って帰れます。だから残せばいいのについ一生懸命たくさん食べてものすごくお腹いっぱいになっていました。 ニューヨークには素敵な建物がたくさんありました。例えばニューヨーク公共図書館。ここは私が高校生の時読んでいた漫画の主人公が死んだ場所でした。なのでずっと見てみたいと思っていました。主人公が死んだのはローズ閲覧室でした。 でも残念なことに去年からそこには観光客は入れなくなっていましたでも図書館の建物が中も外も想像以上に素敵でしたお土産も買えたので満足ですそれからグランドセントラルターミナル韓国のアイドルグループの BTS が ここで踊っている動画を見たことがあったので行ってみたいと思っていました行ってみたら天井が高くてその天井に星座の絵があって本当に素敵でしたあと思い出に残っているのは例えばチェルシーマーケットここでお土産のアイラブニューヨークチョコレートや アイラブニューヨークショットグラスを買いましたブラウニーも買いましたそれからハイラインここはきっと冬じゃない季節に行ったら緑がとても綺麗だったと思います日本は3月は春ですがニューヨークはまだまだ寒かったです それからフェリーに乗って自由の女神を見たこと。自由は Freedom または Liberty。女神は Female God のことです。何のことだかわかりますかそれからタイムズスクエアがシャキーラが来るというので人が多すぎて通れなかったこと。 メトロポリタン美術館が広すぎて娘が夜9時まで見て回っていたので私は疲れ切ったこと。モマのカフェで食べたマカロニチーズが普通すぎてがっかりしたこと。セント・パトリック大聖堂のパイプオルガンの演奏が素敵だったこと。 ホールから白い蒸気が出ていたこと茶色い鳩が街にいたこと茶色い鳩は日本では見たことがありませんどれもこれもいい思い出です夢のような一週間でしたニューヨークに来るように誘ってくれた友人夫婦には感謝してもしきれません 本当にありがとうございましたまたここまで聞いてくれた皆さんありがとうございました。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。